こんにちは。こんばんは。6月14日水曜日の農業日を担当します、神奈川さえです。よろしくお願いします。ですね、今日はですね、珍しいと思うんですよ、この髪の毛。先ほど美容室にできました。すごいね、綺麗にしてもらったんです。触ってほしい、みんなに。顔周りをふわってさせるのがいいみたいなんですね。みんなに会うから、日曜日にみんなに会うから楽しみ。髪の毛きれいにしてきました。みんな何してました？そう、前髪も切ってもらって、家帰ってオイルつけてきました。タバカン出して。そう、リアルミーグリ、リアルミーグリって言うんですよね。握手会とかじゃない？そっか、握手しないのか。髪クラックというか、今回ラベンダー入れてもらったんです。わかるかな？したら暗くなりました。でも色落ちがすごく可愛いんです。なので待っててください。あ、イヤリングでございます。最近買ったの。そう、ラベンダーです。マイクメルミネ、ありがとうございます。復活あった、お疲れ様です。そう、本当はピンクブラウン入れようか迷ったんですけど、可愛系になるって言われたからラベンダーで大人っぽくお姉さん寄りにしてもらいました。ということで、じゃあまずは農業部選手権をやっていきたいと思います。今週の競技は、刺し棒46です。こちらの刺し棒が46センチになるように引っ張ります。ただし1回伸ばした後に縮める行為は NG です。週の中で最も46センチに近づけられたメンバーには素敵なプレゼントが贈られますとのことです。刺し棒、こちらにかわいいのがあります。で、46センチなんですって。じゃ早速やっていきますよ。あー、そっか、結果は今のところなおちゃんが1。お、43センチですって、すごいじゃん。なおちゃん43センチだってさ、どこまでだろう。でも15センチ定規がここで、ここら辺、多分この黒いところまでだから、15+15=30センチ。一旦やってみるか。ちょっと見える。これで、これを待って、どっかに合わせたい。はい、これを、あー、待ってよ。あ、あー、はい、違う、もうちょっと、これぐらい。これ46センチな気がする。じゃあこれ30センチだ。30センチに、これ何センチなの？15、2、6、14、6センチ、36センチ。36センチ、この分をもう一回やりたい。2612で、あと2センチでしょ。で、この分、この分どこに合わせる？この分、じゃあここに合わせて、で、こっから、はい、これが。あと2センチね。これであと2センチ。あ、ちょっと怖い。いきそう。これぐらい、これぐらいで合ってんのかわかんない。これ46センチです。じゃあ測っていきます。いけんのか。待って、これ星のとこですもんね。星のとこにゼロやったら、
見て46センチえ、ちょっとこれ見てください。これ46センチ合ってますか？合ってますよね。46センチ。ジャストミート。やった。嬉しい。やったね。46センチちょうどです。これカッターでしょ。どう考えても。え、ちょっと待って。細かく測ってみましょう。じゃあ、46センチまたいるかもしれないからね。この後。欲しい。これ見て。ここに合わせます。ほんで。いや、ジャストだな、だいぶ。見て。はい。これ見えるかな？あ、ちょっと待って。はい。これ、6センチジャスト。わかる？いや、これは46センチジャストにしとこう。やった、もうこれは優勝決定やろう、もうどう考えても。すごいね、びっくりしちゃった。46センチ。神奈川さやできた。嬉しい。特技ですね。いやでもよくわかりましたね、この計算で。計算間違えてたら終わりでしたもん。だってよかったよかった。よし、そう、ミニまで合わせてすごくないですか。初めてですもん。まだ残ってますから46センチ。楽しかった。これ確かに引き分けがいたらあれなんだね。初めてです。びっくり。嬉しい。持って帰りたい。持って帰りたいぐらい嬉しかった。天才だって。嬉しいね。ありがとうございます。そうなんですよ、ちょっと持ってました。ピタリ賞。じゃあ続いて近況報告。6月18日の日曜日にミート&グリートリアルイベント幕張メッセで行われます。ぜひ来てくださる方は一緒に楽しんでください。すごく緊張しちゃいます。正直人見知りだから少し不安ですけどね。マスクもしてるし、あ、名札つけてきてくれると絶対にわかると思います。来てくださってる方ならぜひぜひ。このリングはね、どこのだろう、駅の前、改札前にあったアクセサリー屋さんで 50% オフで売ってたんです。買っちゃった。そう、ネームプレート、あのチュリップのネームプレートでつけてきてください。チュリップじゃなくていいんだけどね。ぜひお待ちしてます。すごく楽しみですね。グータッチ。そう、半額。びっくりしちゃいません？半額ですよ。でももっともっと買えばよかったなって思っちゃいました。でもまあこれぐらいがお母さんに怒られないんだろうなって。奇跡的に半額だったから嬉しいね。そう、怒られますよ、買いすぎちゃうと。アクセサリー大好きです。集めちゃってます。色が変わるまで使っちゃう。はい、次。真夏の全国ツアー2023の開催が決定しました。なんと初日に北海道公演、まこまない積水ハイムアイスアリーナで7月1日、2日で行われます。そして大阪公演が7月12日、13日、広島公演が15日、16日、沖縄公演が22日、23日で、愛知公演が8月5日、6日、そして宮城公演が8月14、15日で、最後東京公演が8月25日、26日、27日、28日、4日間になります。ぜひ皆さん来てください。待ってます。楽しみだ。北海道来てほしいです。沖縄あるけどね、そう、延期になっちゃいました。いつ来んだか分かんないですけど、私も。今
私も夏が来ますよ。もうそろ、あ、暑いですもんね。だってもはやどんどん暑くなる。今日も半袖着ちゃいました。え、全落ちですか？もう通ってください。北海道でもお願いします。北海道だけでも持ってほしいよ。北海道2日目待ってます。北海道待ってますね。楽しみですね。そう、行ってきます。シーサーなおちゃんですか？あれ、打ち合わせなしでやってんの怖いですからね、急に。で、次、乃木坂工事中最強スナック菓子決定戦が公開されております。で、あとは今月の、今月発売のレイ、雑誌レイ初単独表紙されてさせてもらってます。まだ発表はやりますっていうことだけはされてるんですけど、まだ載ってないんじゃないかな、表紙のやつ。どうなるんだろう。でもね、撮影自体はすごく楽しくて、今までのレイで着た服じゃない服をたくさん着て、入った時に、楽屋に入った時に、え、いつもと違うって言っちゃいました。すごい楽しかったです。撮影もいろんな角度をね、表紙気にしてて、全員でこの角度がいい、この角度がいいっていうのも結構試行錯誤してやったので、ぜひ見てくださると嬉しいなって思います。そうです、ありがとうございます。優しい。表紙を飾るもの。ありがとうございます。そう、いつかね、クミさんとも撮影したいなってずっと思ってます。ぜひしたいです。そう、あとは舞台が10月に開催されます。結構2週間ぐらいやるので、ぜひ来てくださると嬉しいです。何冊買えばいい？買えるだけ買ってください。本当は1031冊がいいんです。天才10月31日生まれ、38のさやでもいいですし。そう、ドジッコナースです。舞台どうなんだろう、できるかな、ちょっと不安なんですけど、でもすごく楽しみです。そう、舞台行きます。お、決まってるんだ、嬉しい、ありがとうございます。ぜひぜひ。1031は難しい。みんな笑ってるわ、かわいい。3万冊うわ、すごい人がいる、ありがとうございます。4546じゃなくて、頑張るかって言ってくれてる。ぜひ頑張ってください。そう、動画も上がりましたよね、舞台のね。こんな喋ってていいのか。まあ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 、まあ、そうなんです。1億冊ぜひぜひ買ってください。そう、宿題やりましょう。宿題、なおちゃんかな、やんちゃんしか知らない北海道のスポットは。私しか知らないところか、どこだろうな。でも個人的に好きなのは豊平川がいいです。花火大会もあったりとかするし、あと結構広いんです。川が、川の外、なんて言うんですか、緑が広がってるところ、川のここの横、川、河川敷がすごく綺麗なんです。そう、町から近いからぜひ行ってみてください。そう、お、
あ、すごい、15分経過しましたっていうのが上に出されてくれる。ありがとうございます。クラクラしてる。そう、あとね、いろんなところあるので、ぜひ皆さん調べてみてください。じゃあ次回のメンバーへ宿題を出していきたいと思います。これかな、と明日は奥田いろはちゃんです。かわいい、かわいい奥田いろはちゃんです。さあどうしましょう、何を宿題しましょう。いろはちゃん、さやはいろはちゃんにやんちゃんって呼んでほしいんです。神奈川さんだったりさやさんだったりはあると思うんですけど、ちょっとやんちゃんって呼んでほしいんですよね。あとなんかあるかな、一人ににらめっこ、いや一人にらめっこしてほしいっていうのもある。そう、きんちゃん、きんちゃんでもいいね。え、いいの？にゃんの好きなところ、確かにありだな、それも。にゃんちゃんの好きなところ、あ、どうしようどうしよう、やんちゃんって呼んでもらうか、やんちゃんの好きなところか。え、何求めすぎてるかな、さや。どっちがいいかな、やんちゃんと一緒にやりたいことでもいいね、どっちも。やんちゃん両方行ってみる。じゃあ両方にしちゃおうか。じゃあまず一旦やんちゃんって言って、あとなんだっけ、あとさやの好きなところ、いやだ、つむじタイム見ないで、つむじ。ところ教えてください。はい、じゃあまず一旦やんちゃんって呼んでっていうことと、あとはさやの好きなところ教えてくださいにしました。ぜひてください。わあ、ミラーボール、いいね、いいね。言ったんだよ、だって言ったよ、呼んでほしい。明日ミヤンガも見てほしいです。で、じゃあ次行きましょうか。いや、もうないです。なかったみたい。よし、最近北海道は行きました。何日前ぐらいだろう、2日3日前ぐらいに行きました。
ラジランね、すごい楽しかったです。沖縄に泳ぎに行きたいです、めっちゃ。押してもいいですか？押してください。押してほしい。そう、泳ぎたい。ペンギン抱えて。なんでペンギンいること知ってるの？すでに押してる。嬉しいじゃないですか。バタフライ泳ぎできる。さやはこれが好き。クロール？す。めっちゃ泳げますよ。A、B、C の中で A でした、授業。そうなの。プニーテール。今日触角も切ってもらったからね。綺麗にしてもらいましたよ。高めが好き。手はね、大きいのかな、どうなんだろう。そんなことない気がする。普通ぐらい。首はね、長いんで嫌なんですよね、長いの。ないものねだりなんだろうけど、初期の美女ね めっちゃ言われる すごい言われる。そう、指輪めっちゃ好きなんです。いっぱい持ってる。わあ、また来た。すごい。ハート、ハートあげます。リップ、なんだろう、濃い赤みたいな、バーガンディーみたいな色が好きです。シンプルに好きやで。だって嬉しいね、ありがとう。ムカつ、頑張れ、応援してるで。あ、麺大きい、嬉しい、めっちゃ。ハイライトか。シンプル？出た。きれい。嬉しい。関西弁いいね。関西弁なんか出ちゃうんですよね。なんだろう。嬉しいね。今日も決まってる。嬉しい。誕生日一緒。お、誕生日一緒の人ってあんまりいないんですよね、10月31日って。そう、え、私やり残したことないですよね、もう。あ、なんでこんな時間持ってんだ、早すぎた いや、早すぎちゃったね。あと6分。嬉しい、いっぱい話せる。ユニバすごい楽しかったですよ。宿題しちゃいました。北海道の豊平川です。そう、豊平川です。おもし忘れた。ライブか。あなたに恋していいですか。恋してください。ねえ、リアルミーグ楽しみすぎるよね。最近遊んだ、最近遊んだというか、最近富里奈央ちゃんに会って、会うたびにずっとくっつきに行ってる。すごいくっつきやすい、くっつきやすいっていうか、なんだろう、後輩感が全然ない。めっちゃ
なんならお姉ちゃんみたいな感覚なんですよね。ゲームやってる。あ、充電してくの忘れた。ゲームさえやりすぎて充電してるくるの忘れちゃいました。どう？夜型朝型かな。夜は怖いんですよね。なんかううってきちゃう。好きなゲームテトリス。テトリス大好きです。あ、正解テトリスですよ。一ノ瀬みくちゃんとご飯行きました。焼肉食べに行きました。お忙しいのにみくちゃんも。あ、そばにいるよって優しい。いてほしいです。一人暮らしだから余計怖い。なんか怖いですね夜が。怖い。焼肉何が好き？タンが好きです。牛タンが大好き。キムチも好きだしね。柔らかそう。なんだ？ホルモンね、ホルモンも好き。お父さんが好きでね、よく食べてます。髪の伸びてますよ。わかる？このツヤ。今日すごい栄養入れてもらった髪に栄養を与えてもらいました。ミシュランマン。栄養ですよ自慢の推しだからって。ありがとうございます。かわちい遊びに来てありがとうございます。美しいだってうれちん。眠たくないですよ。今日は最近パンツが多めかな。今日どっちでしょう。へへ。晴れた。嬉しいよ。めっちゃ。ぜひぜひ。ゆりちゃんと思い出作ってますよ。もう写真もいっぱい撮っちゃいました。パシャパシャ。ドーナツ大好き。コンタクト乾いてないよ。短パンどうでしょう。夜ご飯はさっき食べたの何ご飯なんだろう。昼ご飯か。じゃあ食べてないか。食べてないのか。え、何ご飯だ。もうでもお腹は空いてないですね。あんまり。そう、はるか言ってた。なんだ、何をだ。めっちゃ顔見えてなかったよね今。全然もうこんぐらいしか見えてなかったやばいやばいねえ。最近メイクでも自分でしてるんです。下地から何から何まで。スキンケアと眉毛だけやってもらってるかな。そう、ご飯めっちゃ早いんですよ私。4時5時に食べちゃう。世界大会だよラジラ聞いてくれたんかな。最近聞き返してきましたよ。結構やばかったですね。深夜テンションすぎてほとんど覚えてないってゆかちゃんと話してました。お、ということでもうそろそろ終わりの時間になりました。そうなんです。次回ののぎょび配信時間は決まり次第勝利も公式ツイッターでお知らせします。それでは今日のお相手は神奈川さえでした。ありがとうございました。あ、間違えた。なんだこれ。あの、まあ大丈夫か。ランキングみたいなのしちゃったあぶねー。ありがとうございました。
1位の方がすごいです。ありがとうございました。